DEI にイカルカ以外に来たちの UBI の株価下落と XBOX 従業員解雇のニュースに対する反応をお送りします。マイクロソフト、ゲームズが主にコーポレートとサポート部門650人をレイオフ。この記事はアクティビジョン、ブリザードの買収に関連していると主張しているが、私は当時これは非常に悪いことだと予想していた。さらに UBI ソフトの株価はまた急落する。プッシュし続け、AAA を変える。多分彼らは DEI 部門を解雇し、それを発表しなかったのだろう。 UBI ソフトは深刻な問題を抱えている。自業自得だが、本当に倒産しそうだ。技術系企業は過大評価されている。人々が本当に欲しいわけでも必要としているわけでもない製品やサービスを作っている。ゲーマーゲートは免疫反応であり、徐々に業界を癒している。 DEI の資金は枯渇した。ブリザードはかつて良いゲームを作っていたアクティビソンとの提携は彼らにとって終わりの始まりだったと思う。 UBI は SES をリリースしなかった。つまり誰も欲しがらない、あるいは好まないゲームを作り続ければ結果が伴うということか。マイクロソフトの9月のレイオフをビンゴカードにしたのは誰だ。彼らがパニックモードに陥らない限り、彼らは終わっている影を修正しようとしている。彼らは深みにはまりすぎている。どんな変更もゲームプレスに串刺しにされるし、彼らはまだそのクソが重要だと信じている。じゃあさようなら。そうだね、剪定の季節は楽しくないけど成長のためには必要だ。トリプル A はダブル A の下に入る必要があるし、インディーズはその穴を埋めることができる。大丈夫、他の会社や新しい IP がその代わりをするだろう。 AC、シャドウズはアット UBI ソフトの缶桶の最後の釘になるだろう。我々の資金を維持することが最初の結果を示す。両者への提言、 DA を倍増させることだ。きっとゲーマーはあなたが私たちに望むものであればどんなものにも成形することができる。協力していくことは彼らにとって負担になるようだ。見たくはないが、それ以上に見るのが好きなのだ。現代の視聴者はその遅れを取り戻すと確信している。予想だ、もうすぐ洋芸業界はコミック業界全体が1年で鬼滅の刃に負けた洋コミック業界のようになる。アクティビジョンや UBI ソフトやその他はまだ存在するだろうが、東洋のゲームをプレイしているので誰も気にしないだろう。我々はトリプル A 業界を変えようとしているのではなく、破壊しようとしているのだ。厄介払いだ。私たちの大半はカーテンの向こう側で何が起こっているのかあまり知らない。しかし潜在的な消費者として、私はアクティビジョン、ブリザードが近年非常に生産的であるとは感じていない。彼らのガラクタを買ってはいけない。カブルーと DEI、ディレクターをチェックすること、そこに乗っていたら買わないこと、ゲームに DEI はいらないというメッセージを送るんだ。それに女性キャラクターは男じゃなくて女みたいなのがいいんだ。私はそれを見るのが大好きだ。クビになるのはネットでバリゾーゴンを浴びせる役立たずばかり。彼らによると ACS が最後の希望らしい。今月末には株価が一桁になるかもしれない。ソニーが UK のゲーマーにドルからポンドへの正しい換算を請求すればいいだけだ。というのもアメリカでもイギリスでも 69.99 ドルだからだ。ドルとポンドは大幅に違うのに、彼らは PS4 でこれをしなかった。倒れてる間に蹴っ飛ばせ。年内に少なくともそのウォーリアーのグループを解散し始めたというメモがあったのは確かだ。ソニーのスパイダーマンの新作が突然延期され 70% がお蔵入りになったのはまさにそれが理由だと確信している。ソニーの新作スパイダーマンが突然延期され 70% も破棄されたのはまさにそのためだと確信してる。先日 SIDSCROLLERS の YouTube チャンネルを見たが、ゲストの RAZOR-FIST は UBI ソフトは中国に支えられているから変わらないと示唆していた。彼の考えは、彼らは向こうのくだらないものを禁止している間狼狽し続け、その遅れを取り戻すというものだ。彼らは DEI 部門を解雇する必要がある。発売されたゲームが証拠になる。もし彼らが覚醒しているなら何も変わっていない。こうしたスタジオの一つがマイクロソフトやソニーのような大企業に買収されたり吸収されたりするたびに、人材プールや競争意欲は縮小していく。小規模なスタジオはより懸命に働き、自由で創造的なビジョンを持つためのインセンティブをより多く持っている。競争力を維持し、人々の雇用を守る。これらの大企業には企業がいかに包括的であるかを自慢するためにノルマを達成する以外の目的を果たさない単なる多様性採用者がいるため、一定の割合を解雇するのは簡単だ。
私たちがすべきことはお金を使わず愉快なミームを再投稿するだけだ。簡単だ。我々は彼らをミームする。彼らは泣く。泣いているミームを作る。トリプル A スロップの株価が下がったら彼らが泣くまでバカにならない。ミームを作る。いいシステムだ。寝てる間も使える。チームは素晴らしいゲームを作ったのに冷めたバカどもに攻撃され、もうゴミなんだろうな。俺の目を見てくれ。見えないだろうけど俺はまだ UBI ソフトをボイコットしてるんだ。何を押し付ける。マイクロソフトはゲームすらリリースしない。彼らがコントロールできないのは俺の財布だけだ。ゴミを与え続ければ金を貯め続けるよ。 UBI ソフトは懲らしめるべきだし、経営陣が変わるまでゲームは買わない。今の AAA 企業はいずれ没落する。 Steam もゲームがいなくなったらどうするんだろう。インディーゲーム開発者は最終的に AAA に到達するよう努力し、悪徳業者を追い出すべきだと思う。私は皮肉にも現代のゲーム業界の死を願っている。もし彼らが多くの従業員を解雇すれば、ゲイのストーリーラインやヒゲ面の女ドワーフを最終的に排除できるかもしれない。それはよかった。8月30日から UBI ソフトの株価が急落したようだ。8月30日にどんな無法な、いや突飛なことがあったんだろう。変化が良い方向に向かうことを願っている。過去の過ちを繰り返さないようにしよう。自分たちの趣味を返してもらうためには気を抜くわけにはいかない。 DEI の詐欺師たちはすでに名前を変え、ブランドを変えている。 UBI ソフトが倒産してサーバーを切り離し、誰も UBI ソフトコネクトにログインできなくなったら面白いことになりそうだ。実質的に全てのデジタルゲームを失うことになる。 DOS にそうすることができると書いてあるにもかかわらずね。我々はゲームを所有しているのではなく、ライセンスを所有しているに過ぎない。ゲーム業界は革命の真っ只中にある。スイートベイビーと DEI を業界から追い出すために頑張らないとね。今日、UBI ソフトの状況についてのビデオを見た。UBI がこれほど大きく、これほど非効率で、基本的に3つの仕事、のち2つは何の役にも立たず、何もしていないというのは知らなかった。MG もそうなんだろうね。ゲーマーは決して負けない。649人が目を覚まし、DI の人々であることを願う。業界の変化を楽しみにしている。でも、ゲーマーの声に耳を傾けることができないのだから、こうなるのは必然。まだ終わってはいない。もし彼らが賢ければ、DI の肥大化したポジションを全てパージしているはずだ。くたばれスイートベイビー。トリプル A はダブル A キングベアに必要がある。1年前の買収が原因とは思えない。その人たちはもっと前に解雇されているはずだ。それは本当の問題に対する言い訳だと思う。これはあなたの言うことが全て正しいという最悪なケースの一つだ。ゲーム業界が一丸となって頭を切り替え、事態を好転させることを願うが、彼らがそうしないことは誰もが知っている。インディーズと東部企業次第だ。この手のゲームを作り続けている現代のオーディエンスはどこにいるんだ。消費者運動は簡単だ。何も買わずに川辺に座っていれば、どこかの穂の死体が浮かんでくる。良いニュースばかりだ。起きてろよ。全ての重役がゲーム開発に詳しい人物に入れ替わるか、あるいは単に全ての企業が倒産して新しい企業がその代わりを務めるかしない限り、これらの企業を立て直すことは不可能だと思う。我々が買わなければ買わないほど我々は勝つ。文字通り、冷めた会社が別の冷めた会社を買収したとき、Xbox は360時代のゲーム運営に戻る必要がある。いいゲームをしたいだけのユーザーを侮辱し阻害するからこうなる。多分 DEI が雇った人をクビにして、あなたの馬鹿げたナンセンスに立ち向かったからクビにした才能ある人を呼び戻すんだろう。私は今のところお金を取っておくよ。また新しいゲームを買う前にこの DEI のくだらない狂気を待っているよ。これはセクシーだ。 NSFW、 この調子ならまた Xbox を使い始めるかもしれない。そして哀れなクソどもはまだアサシンクリード黒子の侍が発売されるんだ。神の慈悲を。 Xbox ゲームの従業員総数は2万100人。600人なんて大したことない。全従業員の 3% に過ぎない。新人の数字だ。マイクロソフトのゲーム部門で650人を解雇。解雇された人たちは目覚めた側ならいいのだが、全ては神様とアットグラムズさんのおかげです。オーディのゲーム業界とパブリッシャーが5億号ブロークを学ぶまであと2年もかからないだろう。彼らは私たちのお金をもらう権利はない。彼らは他の人と同じようにそのために働く必要がある。このようなゲーム開発会社の急速な買収は、
結果として開発費100万ドルのゲームを作らせ、大成功を収めさせ、損失を補填することを期待させる結果となった。開発費に100万ドルもかかるゲームを作らせ、それが大成功して損失を埋め合わせることを期待している。それがどれだけうまくいっていると思う？クビになった人たちのほとんどお気の毒に思ってはいけない。この人たちの大半は私たちを差別主義者呼ばわりし、あらゆる種類の恐怖症と呼ぶ同じ覚醒した人たちだ。彼らは企業の利益に悪影響を与える有害な人々だった。厄介払いだ。